あれはあれは打点稼ぎのやつ <laughs> どうも中野とピロイのピロイですマリオない遅くなりましたいやーあのー、チーム打率を2割3分ぐらいまで持ち直しているらしいです遅い 遅いんだけど、嬉しい。はい。この、準日本人選手打線になってね。まあ、最近、それで、まあ、落とす試合ももちろんありますけど、繋がってますよね。うん。ほんでもって、やっぱりね、今日は、まあ、アジア選手も良かったんですけども、イすス。イヤスのね。やっぱこの、まあ、山口選手しかり、なんだろう、こう、日本人で、やっぱ長打が打てる。 あのー、昔でいうとね堀越とか、初芝さんとか言いましたけど、やっぱこう、日本人選手で返してくれる井口監督もそうですし、そういったね、選手がこう、まあ、メキメキと出てきてくれてるのは嬉しいっていうか、村上選手の刺激なの、本当に。<laughs> 村上選手に影響されて、なんかこの間、清宮選手もなんかすごい頑張ってた今日もね、なんか今日もあの追いつく。 ね、打点、清宮選手だったんですよね、うん、なんか2人は、やっぱそのいい影響を受けてるんですかね、やっぱこの高校ビッグ3と言われた、ね、このほか2人といっちゃあれなんですけども、ね、いやー,、えー、9月15日、やべえ、もう終わるじゃん、今シーズン、やべえぜ、9月15日だぜ、ロッテ対セーブ、8対1、ロッテの勝ち。 解消、えー、今日は ZOZO マリンスタジアムで、えーまあ、日ハムとのね、えー、試合をやってましたけど、今日は西武との試合。はい。三、えー、馬さん。先発三馬さん。そして西武は平井プロ。渋い。渋いカード。昨日からあのすごい書かれてましたね。いろんなところに。これは渋いカードだと <laughs>。書かれてたんですけど、まさか。まあ、ここまでちょっとワンサイドになるとは最終的に。三、えー、馬さん。ちょっとね、 西武ファンの皆さんも今日は手がつけられなかったって言いましたね。今日のみまさんはたまらんですね。やっぱ一回ちょっとね、ピンチ作りましたけど、7回95球無視点。いやー、完璧じゃないですか。完璧、もうパーペキじゃないですか、これは。やっぱね、ローキ投手が一回抹消されて、まあこの間ね、ちょっと5回で降りたりとか、うん、あのー、なんだろう、まあセ・リーグで言うと、 まあね、その、打線ももちろんあると思うけど、例えば、阪神のね、もう、青柳選手、投手とか、手がつけられないと思いきや最近勝ててなかったり、こう、ね、やっぱ年間通して何年も何年もこう活躍するっていうのは、やっぱ、大変だよな、と思いつつ、美馬さんは、まあ去年、あの、2試合連続ね、2桁失点とかやっちゃってましたけど、やっぱすごいですね。もう、僕より年上とか言うともう、ね、あれですけど、僕より年上なんだよな。 すごいなそれがすごいうんそして、えー、ここから若い力、岩下投手復活のね復活の岩下投手が出てきまして最後、広畑投手、淳妙がね厚明が、えーまあ、金子選手に意地の一発浴びましてまあ1点で取られたんですけど完封リレーはならなかったんですけどもまあ、えー、そこから、ねあのーまあ、上位打線ね、えー、抑えまして 上位打線というか、まあ、主軸をね、抑えまして、8−1、えー、ロッテの勝利、なんといってもね、やっぱ打点稼ぎの安がね、返ってきましたよね、ちょっと安田選手、サードで、なんかベストナインとね、ゴールデングラップとかもあるんじゃないか、守備もいいですからね、本当にね、あのー、いい守備した後に、ちょっとへへんって顔しちゃう安田選手が好きです。はい えーえー、2回ね、安田選手がまず、えーえー、先制のツーランホームラン、ちょっとやっぱりパワーは本当すごいっすね、うん、すごいや、この3人は、安田選手、やっぱ清宮選手と村上選手はなんか、すごいっすね <laughs> なな、なんか、あの、なんだろう、すごいしか言ってないけど、すごいっすね、なんであんな飛ぶんすかね、打球ね。あの 僕も野球やってたんですけどね、やっぱ本当に、やっぱ生まれ持ったものがあるなって、やっぱあと安田選手は、こうね、ちょっと、なかなか打てない時期があったりして、こう、少しね、打撃フォームを探す旅に出て、なんかこう、足をすごいちょんちょんしてた、ね、ちょんちょん時期がありましたけど、やっぱこう、どっしりね、大きく、あのー、こう、足を上げてといいますか、そして、まあ、体もね、タイミング崩されても崩れないし、体が開かないし、なんかすごいね、 やっぱりこう本領発揮してきましたね、ここへきて。そして3回、これもね大きかった安田選手がツーアウト満塁からの、えー、初球を、えー、タイムリー、これでさらに2点、4打点、いやー素晴らしい、そして4回、これもね、まあ、ランナー出ていったところで中村奨吾選手の。 打球センターフライかと思ったら今日、なんか風がありましたから、ね、なんか源田選手とかもちょっとね取りづらそうに、ね、フライしてたりとかしたんですけどももうこの鈴木翔平選手の頭を越しちゃって、えーまあ、グラブには当たったんかな当た,ったけどまあ落球で2点入るっていう今日、だから風はどうだったんかなちょっと現地に、ね、いらっしゃった方がいたらちょっとコメント欲しいんですけどもそして7回、あじゃ、あじゃ井上、井上あじゃ。 アジャ選手、えー、もうアジャ選手らしいもう、ね、強引に引っ張って3塁線に昨日も、ね、1塁線へのヒッターありましたけども3塁線へのこう豪快な強引なツーベースで、えー、8点目、えー、8点取りましてもう2点、2点、2点、2点取って8点、やっぱりこう打線がつ、ね、ながってくるとやっぱその調子のいいバッターに何回も。 まああのね打席が回りますしでそれでこうえさらにこう点を重ねていけるっていうのがねいい流れですよね、やっぱこう迷いなくまあとがないっていうのももちろんあると思うんですけどこう迷いなく振ってってほしいですね、やっぱりね打線はこう水も乗ってね、まあ、よく落合監督とかもおっしゃってましたけどもやっぱねどうしても点が入らないっていう時はあるとは思うんですけどもやっっぱちょっと思い切りのいいねバッティングを。 見たいですね、はい、あと今日は始球式に佐藤滝さんが、えー、っとキャッチャーで出てきました。はい <laughs> ということで、えー、明後日からね、えー、明日試合がなくて明後日から日本ハムとの札幌ドームでの、えー、最後の試合、えー、3連戦でございます。さあ、このね、あれ、日本ハムは最後の試合そんなことはないロッテの選手たちは、まあ、日本ハム。 を、えー、札幌ドームでやるまあ一旦ね、最後の試合になるかと思いますんで、いやー、やられてきたよな、<laughs> 本当に、殺乳って、あの殺をね、あのー、なんか殺虫剤の殺にしてよく殺乳とかね、楽天絶命パークと一緒でよく言われてましたけど、やっぱ日本ハム戦って、本当に昔からねなんかロッテは勝った覚えがないというかね、昔からなんかに、日 日ハ,ハムにはやられまくってなぜかホークスだけには勝ち越すみたいなロッテでしたからねあとあの、まあ、ベルナドームもあんまいい思い出ないし楽天生命パークもあんまいい思い出ないんですけどはいそんなねちょっともうやられまくった、えー、そして、まあそのね、優勝時期を支えた新庄監督率いる日、えー、ハム戦が、えー、3連戦。これちょっと 超大事ですねこの3連戦、ちょっと大事すぎるんで、まあ、この、ね、最後の試合で、なんつうんだろう、まあ、日ハム陣もこう気合が入ってる中だとは思うんですが、なんとかこの3連戦で、ねまあ、勝ち越しどころか、もう3連勝を狙っていただけたらなと思います。ということで、えー、今日の試合のコメントをぜひ、えー、いただけたらと思います。こんんな感じでで試合後に動画上げてますんでよろしければチャンネル登録高評価 お願いします。久しぶりに行った気がする。<laughs> ということで、中野とびの、ひいでした。バイビー。シャー